富士電機株式会社は、神奈川県川崎市川崎区に本店を、東京都品川区大崎に本社事務所を置く、日本の大手電機メーカーである。小賀機械金属、小賀電機工業、富士通と共に小賀グループの中核企業である。充電発車の一角、大型電気機器を主力製品とする日本の充電器メーカーの一社である。同業他社には、日立製作所、東芝、 三菱電機、米電車、日清電機、大変、東高高岳などがあり、富士電機はこの業界で4位に位置している。小賀電機工業とドイツのシーメンス社が、資本、技術提携を行い設立した会社である。そのため、現在も、小賀グループで形成される、小賀山水会の中軸となる10社の理事会社のうちの1社となっている。中心となる、 富士電機機器制御株式会社ほか、子会社116社及び、関連会社21社を参加に持つ。2003年10月より、持ち株会社制を導入し、富士電機ホールディングス株式会社と社名を変えていたが、2011年4月に廃止し、現在の社名に戻した。2007年シーズンより、日本プロサッカーリーグジェフユナイテッド市原、千葉のオフィシャルパートナーとなっており、 ユニフォームの胸部にロゴが検出されている。純粋持ち株会社化を翌年に控えた2002年により、富士エレクトリックの頭文字 FE を図案化したグループシンボルマークに変更、グループステートメント E フロントランナーズを組み合わせたグループブランドを導入した。2012年7月からはシンボルマークはそのままで E フロントランナーズに変わるブランドステートメント。 イナベイティングエネルギーテクノロジーを導入した。かつては、加減製品も製造していたが、販売チャンネルの面で乏しく、1976年に撤退している。以前、エネルギーとエレクトロニクスの富士電機と広告していたが、東芝も同じ形容詞を社名に関したため、次第にこの表現は使用しなくなった。自動販売機の分野では、国内1位のシェアであり、 産業電機株式会社から製造し会社株式の上等受け規模を拡大したことによって、そのシェアは過半数となった。その技術力を駆使し、最近は日本コカ・コーラと共同開発したピークシフト自動販売機セブンイレブンジャパンと共同開発した同社店舗内セブンカフェ用コーヒードリップマシン JR 東日本グループと共同開発した。 次世代自動販売機などを世に送り出している。発電関連設備にも強く、特に地熱発電分野では世界で4割のシェアを持ち、世界一である。長年、電気を自在に操る技術に長けてきた企業として、スマートグリッドの展開にも積極的に動いており、各地の実証実験等にも参加している。富士の由来は、富士電機の命名に際して、 親会社小賀電気工業のふと設立時に技術提携をしたドイツの G メンス AGE の字を一音ずつ取ったことによる。漢字は富士山をイメージできるところからこの表記となった。かつて使用されていた車掌は丸の中に小文字アルファベットの F と S を組み合わせたものである。1935年6月20日に電話部署間業務を分離し、 現在の富士通になる富士通新規製造株式会社が独立している。すなわち富士電機は富士通の出身母体である。その後富士通はファナックやニフティなど有料企業を多数排出している。後に富士通及び系列会社とは互いに筆頭株主役員を相互に出し合う同等の取引パートナー関係。 共同で新会社を設立など兄弟会社のような親密な関係が続いていたが、取締役総合派遣停止を経て、2017年2月に株式総合保有方針の見直しを行い、富士電気保有の富士通株式の売却を発表した。富士通保有の富士電気株式も2017年9月29日付で売却され、子賀グループであること以外の関係性は弱くなった。 前日の通り、小賀電機工業と、独、シーメンス社との資本、技術提携によって誕生した企業であるが、そもそものきっかけは、小賀電機工業の母体である、小賀工業創始者の古川一米とシーメンスが、関係を持ったことから、小賀工業とシーメンスの間で同の消費を流す、ための電気機器製造会社設立の話が持ち上がった、ことにある。しかし、世界情勢の変化による、 双方のすれ違いによって、設立合意が長引き、最終的には、小賀工業に代わって、小賀電機工業がシーメンスと、合弁会社設立の合意に至り、富士電機製造株式会社が設立されることになる。9路後、富士電機公式サイトの事業紹介に掲載されている、事業分野内容の一覧をもとに、作成公式サイトの国内拠点、会社案内より、本社、 主要国内製造拠点を抜粋研究開発体制より、以前は研究専門会社富士電機アドバンストテクノロジー株式会社が存在したが、2009年10月に吸収合併した。持ち株会社体制移行前に遡ると、中央研究所、超高圧電力研究所、情報システム研究所が所在しており、1980年に、 富士電機アドバンストテクノロジーの前身となる株式会社富士電機総合研究所を設立して分社化しており富士電機総合研究所分社後に設立された情報システム研究所は持ち株会社体制工事の富士電機アドバンストテクノロジー設立時に継承しているまた東京大学先端科学技術研究センターと産学連携で東大富士電機ラボを設立しており 海外では中華人民、共和国現地等かつ本社内に R&D センターを、石膏大学との産学連携で、同大学内にも R&D センターを設置している。カンパニー制導入時から持ち株会社体制移行直後までは4部門に分かれており、持ち株会社体制移行に際して各4部門にそれぞれ1社ずつ中核事業会社を割り当てた。その後、 機器制御部門が電気システム部門に統合され3部門となる。4社のうちフェスに事業を分割統合して他の3社は部門の中の1事業の専業会社となる再編が順次された。2010年4月にエネルギー、環境事業への注力に伴い大幅に再編された。さらに二0 1一年四月にはエネルギー、環境事業の中心にいるフェスを 九州合併して、持ち株会社体制を廃止した、連結市会社持ち株会社時代の中核事業会社。連結市会社社本関係社本関係その他日他本、最高峰富士山の富士を名称につけていることから、称号が類似する企業は数え切れないほど存在する。ここでは、一例のみとする、東方ツインタワービルのネオンサイン。ありがとうございます。